花の木村と盗人たち、新見南吉。昔、花の木村に5人組の盗人がやってきました。それは若竹があちこちの空にか細く初々しい緑色の目を伸ばしている初夏の昼で、松林では松ゼミがじいじいじいと鳴いていました。盗人たちは北から川に沿ってやってきました。花の木村の入り口のあたりはスカンポや馬小屋しの生えた緑の野原で、子供や牛が遊んでおりました。これだけを見てもこの村が平和な村であることが盗人たちには分かりました。そしてこんな村にはお金やいい着物を持った家があるに違いないと、もう喜んだのでありました。川は藪の下を流れ、そこにかかっている一つの水車をゴトンゴトンと回して村の奥深く入っていきました。藪のところまで来ると、盗人のうちの頭が言いました。それではわしはこの藪の陰で待っているから、お前らは村の中へ入っていって様子を見てこい。何分お前らは盗人になったばかりだから、ヘマをしないように気をつけるんだぞ。金のありそうな家を見たら、そこの家のどの窓が破れそうか、そこの家に犬がいるかどうか、よく調べるのだぞ。いいか、かまえもん。へえ、とかまえもんが答えました。これは昨日まで旅歩きの釜師で、釜や茶釜を作っていたのでありました。いいか、エビの城。へえ、とエビの城が答えました。これは昨日まで錠前屋で、家々の蔵や長持ちなどの錠を作っていたのでありました。いいか、角兵衛。へえ、とまだ少年の角兵衛が答えました。これは越後から来た角兵衛自身で、昨日までは家々の敷居の外で逆立ちしたりトンボ返りを打ったりして、一文二文の銭をもらっていたのでありました。いいか、カンナ太郎。へえ、とカンナ太郎が答えました。これは江戸から来た大工の息子で、昨日までは諸国のお寺や神社の門などの作りを見て回り、大工の修行をしていたのでありました。さあみんな行け、わしは親方だから、ここで一服吸いながら待っている。そこで盗人の弟子たちが、釜右衛門は釜師のふりをし、海老の城は錠前屋のふりをし、角兵衛は獅子舞のように笛をひゃらひゃら鳴らし、神奈太郎は大工のふりをして花の木村に入り込んでいきました。頭は弟子どもが行ってしまうと、どっかと川端の草の上に腰を下ろし、弟子どもに話した通り、タバコをすっぱすっぱと吸いながら、盗人のような顔つきをしていました。これはずっと前から火付けや盗人をしてきた本当の盗人でありました。わしも昨日までは一人ぼっちの盗人であったが、今日は初めて盗人の親方というものになってしまった。だが親方になって見てみると、これはなかなかいいもんだわい。仕事は弟子どもがしてきてくれるから、こうして寝転んで待っておればいいわけである。と頭はすることがないので、そんなつまらない独り言を言ってみたりしていました。
やがて弟子の釜右衛門が戻ってきました。お頭、お頭。頭はぴょこんとアザミの鼻のそばから体を起こしました。えいくそ、びっくりした。お頭などと呼ぶんじゃねえ。魚の頭のように聞こえるじゃねえか。ただ頭と言え。盗人になりたての弟子は、まことに相すみませんと謝りました。どうだ、村の中の様子は。と頭が聞きました。へえ、素晴らしいですよ頭。ありましたありました。何が？大きい家がありましてね、そこの飯炊き釜はまず3戸ぐらいは炊ける大釜でした。あれはえらい銭になります。それからお寺に釣ってあった金もなかなか大きなもので、あれを潰せばまず茶釜が50はできます。なーに、あっしの目に狂いはありません。嘘だと思うならあっしが作ってみせましょう。バカバカしいことに威張るのはやめろと頭は弟子を叱りつけました。貴様はまだかまし根性が抜けんからダメだ。そんな飯炊き釜や釣り鐘などばかり見てくるやつがあるか。それになんだ、その手に持っている穴の開いた鍋は。へえ、これはそのある家の前を通りますと薪の木の生け垣にこれがかけて干してありました。見るとこの尻に穴が開いていたのです。それを見たら自分が盗人であることをつい忘れてしまって、この鍋20文で直しましょうとそこのおかみさんに言ってしまったのです。なんという間抜けだ。自分の商売は盗人だということをしっかり腹に入れておらんからそんなことだと頭は頭らしく弟子に教えました。そしてもう一遍村に潜り込んでしっかり見直してこいと命じました。釜右衛門は穴の開いた鍋をブランブランと振りながらまた村に入っていきました。今度は海老の城が戻ってきました。頭、ここの村はこりゃダメですねと海老の城は力なく言いました。どうして？どの蔵にも城らしい城はついておりません。子供でもねじ切れそうな城がついておるだけです。あれじゃあこっちの商売にはなりません。こっちの商売というのはなんだ？へえ、城前。いや、貴様もまだ根性が変わっておらんと頭は怒鳴りつけました。へえ、相すみません。そういう村こそこっちの商売になるじゃないか。蔵があって子供でもねじ切れそうな城しかついておらんというほど、こっちの商売に都合のよいことがあるか。間抜け目が。もう一遍見直してこい。なるほどね、こういう村こそ商売になるのですねと海老の城は感心しながらまた村に入っていきました。次に帰ってきたのは少年の角兵衛でありました。角兵衛は笛を吹きながら来たので、まだ藪の向こうで姿の見えないうちから分かりました。いつまでヒャラヒャラと鳴らしておるのか。盗人はなるべく音を立てぬようにしておるものだと頭は叱りました。角兵衛は吹くのをやめました。それで貴様は何を見てきたのか。川についてどんどん行きましたら、花菖蒲を庭一面に咲かせた小さい家がありました。うん、それから。その家の軒下に頭の毛も眉毛も
あごひめもあごひげも真っ白なじいさんがいました。うん、そのじいさんが小判の入った壺でも縁の下に隠していそうな様子だったか。そのおじいさんが竹笛を吹いておりました。ちょっとしたつまらない竹笛だが、とってもええ音がしておりました。あんな不思議に美しい音は初めて聞きました。俺が聞き取れていたら、じいさんはニコニコしながら三つ長い曲を聴かせてくれました。俺はお礼にトンボ帰りを7編鈴木屋玉にやってみせました。やれやれだ。それから俺がその笛はいい笛だと言ったら、笛竹の生えている竹やぶを教えてくれました。そこの竹で作った笛だそうです。それでおじいさんの教えてくれた竹やぶへ行ってみました。本当にええ笛竹が何百筋もすいすいと生えておりました。昔竹の中から金の光が差したという話があるが、どうだ、小判でも落ちていたか。それからまた川をどんどん下っていくと、小さい雨寺がありました。そこで花の塔がありました。お庭にいっぱい人がいて、俺の笛くらいの大きさのお釈迦様に甘茶の湯をかけておりました。俺も一杯かけて、それから一杯飲ましてもらってきました。茶碗があるなら頭にも持ってきてあげましたのに。やれやれ、なんという罪のねえ盗人だ。そういう人混みの中では人の懐やたもとに気をつけるものだ、トン豆が。もういっぺん貴様もやり直してこい。その笛はここへ置いていけ。角兵衛は叱られて笛を草の中へ置き、また村に入っていきました。おしまいに帰ってきたのはカンナ太郎でした。貴様もろくなものは見てこなかったろう、と聞かない先から頭が言いました。いや、金持ちがありました、金持ちが、とカンナ太郎は声を弾ませて言いました。金持ちと聞いて頭はニコニコとしました。おお、金持ちか。金持ちです、金持ちです。素晴らしい立派な家でした。うん。その座敷の天井ときたら薩摩杉の一枚板なんで、こんなのを見たらうちの親父はどんなに喜ぶかもしれないと思って、足は見とれていました。へっ、面白くもね。それでその天井を外してでも来る気かい。神奈太郎は自分が盗人の弟子であったことを思い出しました。盗人の弟子としてはあんまり気が利かなかったことが分かり、神奈太郎は罰の悪い顔をしてうつむいてしまいました。そこで神奈太郎ももう一度やり直しに村に入っていきました。やれやれだ、と一人になった頭は草の中へ仰向けにひっくり返って言いました。盗人の頭というのも案外楽な商売ではないて。突然、盗人だ、盗人だ、そらやっちまえ、という大勢の子供の声がしました。子供の声でもこういうことを聞いては盗人としてはびっくりしないわけにはいかないので、頭はひょこんと飛び上がりました。そして川に飛び込んで向こう岸へ逃げようか、藪の中に潜り込んで姿をくらまそうか、ととっさの間に考えたのであります。しかし子供たちは縄切れやおもちゃの実手を振り回しながら、
あちらへ走っていきました。子供たちは盗人ごっこをしていたのでした。なんだ、子供たちの遊び事かと、頭は張り合いが抜けていきました。遊び事にしても盗人ごっことは良くない遊びだ。今時の子供はろくなことをしなくなった。あれじゃあ先が思いやられる。自分が盗人のくせに、頭はそんな独り言を言いながらまた草の中に寝転がろうとしたのでありました。その時後ろから、おじさんと声をかけられました。振り返ってみると7歳くらいの可愛らしい男の子が牛の子を連れて立っていました。顔立ちの品のいいところや手足の白いところを見ると百姓の子供とは思われません。旦那衆の坊ちゃんが下男についての遊びに来て、下男にせがんで子牛を持たせてもらったのかもしれません。だがおかしいのは、遠くへでも行く人のように白い小さい足に小さいわらじを履いていることでした。この牛持っていてね。頭が何も言わない先に、子供はそう言ってついっとそばに来て、赤い手綱を頭の手に預けました。頭はそこで何か言おうとして口をもぐもぐやりましたが、まだ言い出さないうちに子供はあちらの子供たちの後を追って走って行ってしまいました。あの子供たちの仲間になるために、このわらじを履いた子供は後も見ずに行ってしまいました。ボケンとしている間に牛の子を持たされてしまった頭はクックと笑いながら牛の子を見ました。大抵牛の子というものはそこらをぴょんぴょん跳ね回って持っているのが厄介なものですが、この牛の子はまた大層おとなしく、濡れた潤んだ大きな目をしばたたきながら頭のそばに無心に立っているのでした。クックックッと頭は笑いが腹の中からこみ上げてくるのが止まりませんでした。これで弟子たちに自慢ができるて、貴様たちがバカ面下げて村の中を歩いている間に、わしはもう牛の子を一匹盗んだと言って、そしてまたクックックッと笑いました。あんまり笑ったので今度は涙が出てきました。ああ、おかしい、あんまり笑ったんで涙が出てきやがった。ところがその涙が流れて流れて止まらないのでありました。いやはや、これはどうしたことだい。わしが涙を流すなんて、これじゃあまるで泣いているのと同じじゃないか。そうです、本当に盗人の頭は泣いていたのであります。頭は嬉しかったのです。自分は今まで人から冷たい目でばかり見られてきました。自分が通ると人々は、そら変なやつが来たと言わんばかりに窓を閉めたりすだれを下ろしたりしました。自分が声をかけると笑いながら話し合っていた人たちも、急に仕事のことを思い出したように向こうを向いてしまうのでありました。池の表に浮かんでいる鯉でさえも、自分が岸に立つとガバッと体を翻して沈んでいくのでありました。ある時、猿回しの背中に追われている猿に柿の実をくれてやったら、一口も食べずに地べたに捨ててしまいました。みんなが自分を嫌っていたのです。みんなが自分を信用してはくれなかったのです。ところが、このわらじを履いた子供は盗人である自分に牛の子を預けてくれました。自分をいい人間であると思ってくれたのでした。
たこの子牛も自分をちっとも嫌がらずおとなしくしております。自分が母牛ででもあるかのようにそばにすり寄っています。子供も子牛も自分を信用しているのです。こんなことは盗人の自分には初めてのことであります。人に信用されるというのはなんという嬉しいことでありましょう。そこで頭は今美しい心になっているのでありました。子供の頃はそういう心になったことがありましたが、あれから長い間悪い汚い心でずっといたのです。久しぶりで頭は美しい心になりました。これはちょうど赤まみれの汚い着物を急に晴れ着に着せ替えられたように奇妙な具合でありました。頭の目から涙が流れて止まらないのはそういうわけなのでした。やがて夕方になりました。松ゼミは泣きやみました。村からは白い夕もやがひっそりと流れ出して野の上に広がっていきました。子供たちは遠くへ行き、もういいかい、まだだよという声が他の物音と混じり合って聞き分けにくくなりました。頭はもうあの子供が帰ってくる時分だと思って待っていました。あの子供が来たらおいしょと盗人と思われぬよう心よく子牛を返してやろうと考えていました。だが子供たちの声は村の中へ消えていってしまいました。わらじの子供は帰ってきませんでした。村の上にかかっていた月が鏡職人の磨いたばかりの鏡のように光り始めました。あちらの森でフクロウが二声ずつ区切って鳴き始めました。子牛はお腹が空いてきたのか体を頭にすり寄せました。だってしょうがねえよ、わしからは乳は出ねえよ。そう言って頭は子牛のブチの背中を撫でていました。まだ目から涙が出ていました。そこへ4人の弟子が一緒に帰ってきました。頭、ただいま戻りました。おや、この子牛はどうしたのですか。はは、やっぱり頭はただの盗人じゃない。俺たちが村を探りに行っていた間にもう一仕事しちゃったのだね。構えもんが子牛を見て言いました。頭は涙に濡れた顔を見られまいとして横を向いたまま、うむ、そう言って貴様たちに自慢しようと思っていたんだが、実はそうじゃねえのだ、これには訳があるのだと言いました。おや、頭、涙じゃございませんかと海老の城が声を落として聞きました。この涙ってものは出始めると出るもんだなと言って頭は袖で目をこすりました。頭、喜んでくだせ、今度こそは俺たち4人しっかり盗っと根性になって探ってまいりました。構えもんは金の茶釜のある家を5軒見届けてますし、海老の城は5つの土蔵の城をよく調べて曲がった釘1本で開けられることを確かめますし、大工の足はこのノコギリで難なく切れる矢尻を5つ見てきましたし、角兵衛は角兵衛で、また足だばきで飛び越えられる塀を5つ見てきました。
頭、俺たちは褒めていただきとうございます。と、カンナ太郎が意気込んで言いました。しかし、頭はそれに答えないで、わしはこの子牛を預けられたのだ。ところが、いまだに取りに来ないので弱っているところだ。すまねえが、お前ら手分けして預けていった子供を探してくれねえか。頭、預かった子牛を返すのですか。と、釜右衛門が飲み込めないような顔で言いました。そうだ、盗人でもそんなことをするのでございますか。それには訳があるのだ。これだけは返すのだ。頭、もっとしっかり盗っ人根性になってくだせよ。と、カンナ太郎が言いました。頭は苦笑いしながら、弟子たちに訳を細かく話して聞かせました。訳を聞いてみれば、みんなには頭の心持ちがよくわかりました。そこで弟子たちは、今度は子供を探しに行くことになりました。わらじを履いた可愛らしい七つぐれいの男坊主なんですね。と、念を押して、4人の弟子は散っていきました。頭ももうじっとしておれなくて、子牛を引きながら探しに行きました。月の明かりに野いばらとうつぎの白い花がほのかに見えている村の夜を、5人の大人の盗人が1匹の子牛を引きながら子供を探して歩いていくのでありました。かくれんぼの続きで、まだあの子供がどこかに隠れているかもしれないというので、盗人たちはミミズの鳴いている辻堂の縁の下や、柿の木の上や物置の中や、いい匂いのするみかんの木の陰を探してみたのでした。人に聞いても見たのでした。しかし、ついにあの子供は見当たりませんでした。百姓たちは提灯に火を入れてきて子牛を照らしてみたのですが、こんな子牛はこの辺りでは見たことがないというのでした。頭、これはよっぴて探しても無駄らしい。もうよしましょう。と、海老の城がくたびれたように道端の石に腰を下ろして言いました。いや、どうしても探し出してあの子供に返したいのだ。と、頭は聞きませんでした。もう手立てがありませんよ。ただ一つ残っている手立ては村役人のところへ訴えることだが、頭もまさかあそこへは行きたくないでしょう。と、釜右衛門が言いました。村役人というのは今で言えば駐在巡査のようなものであります。うむ、そうか。と、頭は考え込みました。そしてしばらく子牛の頭を撫でていましたが、やがて、じゃあそこへ行こう。と言いました。そしてもう歩き出しました。弟子たちはびっくりしましたが、ついていくより仕方がありませんでした。訪ねて村役人の家へ行くと、現れたのは鼻の先に落ちかかるように眼鏡をかけた老人でしたので、盗人たちはまず安心しました。これならいざという時に突き飛ばして逃げてしまえばいいと思ったからであります。頭が子供のことを話して、わしらその子供を見失って困っておりますと言いました。老人は5人の顔を見回して、一向この辺りで見受けぬ人ばかりだが、どちらから参ったと聞きました。わしら江戸から西の方へ行くものです。まさか盗人ではあるまいの。いや、とんでもない。わしらは
皆旅の職人です。釜師や大工や錠前屋などです」と頭は慌てて言いました。うむ、いや、変なことを言ってすまなかった。お前たちは盗人ではない。盗人が物を返すわけがないでの。盗人なら物を預かればこれ幸いとくすねて言ってしまうはずだ。いや、せっかく良い心でそうして届けに来たのを変なことを申してすまなかった。いや、わしは役目柄人を疑う癖になっているのじゃ。人を見さえすればこいつ当たりじゃないか、スリじゃないかと思うようなわけさ。まあ悪く思わないでくれ」と老人は言い訳をして謝りました。そして子牛は預かっておくことにして、下男に物置の方へ連れて行かせました。旅で皆さんお疲れじゃろ。わしは今いい酒を一瓶西の館の太郎丼からもらったので、月を見ながら縁側でやろうとしていたのじゃ。いいところへ皆さん来られた。一つ付き合いなされ。人の良い老人はそう言って5人の盗人を縁側に連れて行きました。そして酒を飲み始めましたが、5人の盗人と1人の村役人はすっかりくつろいで、10年も前からの知り合いのように愉快に笑ったり話したりしたのでありました。するとまた盗人の頭は自分の目が涙をこぼしていることに気がつきました。それを見た老人の役人は、お前さんは泣き上戸と見える。わしは笑い上戸で、泣いている人を見ると余計笑えてくる。どうか悪く思わんでくだされや、笑うから」と言って口を開けて笑うのでした。いや、この涙というやつはまことにとめどなく出るものだね」と頭は目をしばたきながら言いました。それから5人の盗人はお礼を言って村役人の家を出ました。門を出て柿の木のそばまで来ると、何か思い出したように頭が立ち止まりました。頭、何か忘れ物でもしましたか?と神奈太郎が聞きました。うむ、忘れ物がある。お前らも一緒にもう一遍来い」と言って頭は弟子を連れてまた役人の家へ入っていきました。ご老人と頭は縁側に手をついて言いました。なんだね、しんみりと。泣き上戸の奥の手が出るかな、はははと老人は笑いました。わしらは実は盗人です。わしが頭で、これらは弟子です。それを聞くと老人は目を丸くしました。いや、びっくりなさるのはごもっともです。わしはこんなことを白状するつもりじゃありませんでした。しかしご老人が心の良いお方で、わしらをまっとうな人間のように信じてくださるのを見ては、わしはもうご老人を欺いていることができなくなりました。そう言って盗人の頭は今までしてきた悪いことを皆白状してしまいました。そしておしまいに、だがこれらは昨日わしの弟子になったばかりで、まだ何も悪いことはしておりません、お慈悲でどうぞこれらだけは許してやってください、と言いました。次の朝、花の木村から釜師と錠前屋と大工と角兵衛寺師とがそれぞれ別の方へ出て行きました。4人はうつむきがちに歩いて行きました。彼らは頭のことを考えていました。
良い頭であったと思っておりました。良い頭だから、最後に頭が盗人にはもう決してなるなといった言葉を守らなければならないと思っておりました。角兵衛は川の縁の草の中から笛を拾って、ひゃらひゃらと鳴らしていきました。こうして5人の盗人は改心したのでしたが、その元になったあの子供は一体誰だったのでしょう。花の木村の人々は、村を盗人の難から救ってくれたその子供を探してみたのですが、結局わからなくて、ついにはこういうことに決まりました。それは土橋のたもとに昔からある小さい地蔵さんだろう。わらじを履いていたというのが証拠である。なぜならどういうわけか、この地蔵さんには村人たちがよくわらじをあげるので、ちょうどその日も新しい小さいわらじが地蔵さんの足元にあげられてあったのであるというのでした。地蔵さんがわらじを履いて歩いたというのは不思議なことですが、世の中にはこれぐらいの不思議はあってもよいと思われます。それにこれはもう昔のことなのですから、どうだっていいわけです。でもこれがもし本当だったとすれば、花の木村の人々が皆心の良い人々だったので、地蔵さんが盗人から救ってくれたのです。そうならばまた村というものは心の良い人々が住まねばならぬということにもなるのであります。おしまい。定本ゴンギツネユーズル少年少女日本文学館第15巻講談社1986年4月18日第1版発行1993年2月25日第13版発行初出花の木村と盗人たち帝国教育会出版部1943年9月30日青空文庫作成ファイルより。
Thank you.
Thank you.